ハルドール・アウスグリムソンは、アイスランドの政治家、首相、外相などを歴任。1974年から1978年までは、アルシングの東部選挙区で議員として選出されており、1979年から2003年までは、レイキャビク北部選挙区で選出されている。数年間、内閣で大臣職を務めており、 すなわち1983年から1991年までは、漁業省。1988年から1989年までは、司法、協会省。1985年から1987年までは、北欧協力省。1995年から2004年までは、外省を務めている。1994年に新保党の党首に就任。 2004年9月15日に、それまで13年間首相を務めていた、独立党党首のダビッド・オートソンから首相を引き継いだ。2006年5月の地方選挙敗北により辞任。政界引退後は2007年から2013年まで、北欧閣僚理事会事務総長を務めた。フォーマープライムミニスター・オブ・アイスランド・パセズ・アウェイ。アイスランド・レビュー、2015年12月15日、閲覧。 ありがとうございます。